花びらだけちょっと間11分半、12分ですね。で少し泳がせてしたらおしまい。大体10秒ぐらい花びらだけ茹でて出すと。イタリア料理屋村の美学、三宮橋イタリアレストランレガーロオーナーシェフ小倉智美です。二日酔いじゃないんです。今10時から12時まで副調査をやってからこの撮影を撮っているので疲れちゃった。ゼノベーゼやったの去年一昨年かな。もうゼノベーゼは作るたんびに作り方を迷ってて、作るたんびにこう試行錯誤しながらどうすれば一番緑が残るジェノベーゼになるかっていうのを考えながらやってるんですけど、未だに正解が出ません。で今のコースでは10月の23日から11月の19ぐらいまでかな、今のコースでリングインやってます。ジェノベーゼで、で花びらだけっていう白いキクラゲみたいな木のことを、あとはヤマリの、釜揚げシラスを合わせてパスタにしてるんですけど、今日はリングイレジェネベート2024年バージョンです。じゃあ材料はホカルファのリングイレ、12分かな、11分かな、まあ11分で済みましょう。でバージュ、ニンニク、ニンニク、アンチョビ、松の実で、まあ、パルミジャーノ、オリーブオイル、ありがとう、かまりました。はい、です。まずバジルを、あと水も入ります。バジルを最初は、昔はニンニクとアンチョビと松の実を入れて、でオリーブオイルでしっかり回し切って最小限の回数でバジルを回した方がいいんじゃないかと思ったんです。バイタミックス、でも最近はいかに純粋なオリーブオイルしか入ってないところだけでバジルをしっかり泳がせるかってことの方が重要だなと思ってるんで、前はオリーブオイル、水、ニンニク、アンチョビ、松の実全部入れてからバジルを入れたんですけど、最近はニンニクとオリーブオイルだけ入れといて上にバジルを入れて、でその他上からかぶせて最小限に回すのはアンチョビとマスの実の方にしてます。濃度がある、あとはアンチョビとかマスの実とかニンニクとか回した濃度があるオリーブオイルでバジルを回すよりは、純粋にオリーブオイルで水しか入ってないところの回転が純粋な時にバジル入れた方がバジルがしっかり油漬けになるんじゃないかって気がする。あと昔は最小限だったんですけど、最近はしっかり回してます。細かい粒子になるまで。なんかバジルの粒子が粗いとただカメラ液みたいなバジルが増えてきて逆に黒くなる可能性が高いなと思ってるのが最近の自分の感じ方かなって感じで、一番重要なのはやります、バジルを徹底的に葉っぱだけ使うこと。最近僕結構狂ったように、なるべくこのここを入れないように本当にバジルだけ選別していきます。なるべく入れないバジルのこの茎みたいなところを常に葉っぱだけ入れるように入れる。なんかこのねバジルの茎が入るともちろん口当たりもあるし、あと葉っぱと茎では回す回数が違ってくると思うし、あと香りの成分も茎よりも葉っぱの方が強いんで仕上がりが全然違うんだよ。でこういうふうにあるじゃないですか、こういう黒いところ、もう大胆にちぎって使わない、こういうのひたすらこの葉っぱだけを切っていきます。もったいないなと思うとどうしても色が僕は濁るんじゃないかっていうふうに思っているので、もちろんね、なんかバジルを入れてた方が色が変わらないですよとか、いや、わかるんですよ、その気持ち。僕も昔は半分だけバジルを茹でて、半分はフレッシュにしたりしてました。
でもね、やっぱ生の方が香りがいいんですよね。一回こう茹でちゃうとどうしても香りがなんかこうバジルの生の香りとのそれとは違う香りになってしまって、で保存方法もなるべく冷蔵庫に入れるのもちょっと僕どうかなって思っていて、みんななんかこうジューサーの摩擦で熱がバジルの色に悪くて変わる、もちろんね熱いのはダメですよ、でも冷たすぎるのもやっぱり僕ダメだと思ってるんで、基本は回したら営業6時だったら5時45分に回して、で6時のディナーはそのまま回してそのまま常温でほっといてる方が僕はバジルの色はいいんじゃないかって思ってます。無駄に冷やしてステンレス越しに冷蔵庫の冷えた温度がしっかり伝わると、もうそっちの方が僕はバジルにとって良くないなって僕は思ってますね。これでね 100g でいや 200g で32人前取れるっていう今のところ僕の計算式なんで、今言う分量で作って1人 25g あの仕上がりのあれを使うんですよ、バジルを、あとジェネベーゼを、でちょっとリングイネカルファロ、ちょっと長いんですやっぱり12分かかるんで、とりあえず入れちゃいますパスタを、で作りながら考えましょう。花びらだけもしらすも入るので1人前 25g 設定しているので、今日はリングイネで50です。50、どうしようかな、55にしようかな、はい、はい、入れます。11分はい、でです、バジル 200g に対してニンニク30、アンチョビ45、松の実45で、オリーブオイルが400で、水が60です。どうせ最後水分調整するっしょとか、最後ゆで汁入れるよねとかで、どうせ最後ちゃんと水切るよねって感じになってくると、だったら最初のうちにオリーブオイルいっぱい入れた方がいいんじゃないかと思ったんですけど、あまりオイリーすぎてもどうしても扱いづらいので、その代わりに水入れてます。ファイタミックスない人はジューサー、もしくは、まあ、バーミックス、でもまあ、ジューサーの方がいいですね。で、水を60効くんですよ、この水が。で、ニンニクだけ30をみじん切りにします。まあ、バイタミンで一番底の方に行って回るし、なんか目の敵に、敵のようにこんなこうめっちゃみじん切りにする必要はないんですけど、2オーダーで1人前2人前だけ作るジェノベーゼがいいと思った時もあったんですけど、大きく作ってね、オイルの中にちゃんとバジルが泳がないと、逆になんかもうあんまりこう中途半端な量って一番なんかこうジェノベーゼを作るのに適してないんじゃないかと思うんですよね。だからある一定量のマックス値はあるんじゃないかって気がします。だからね、小型のジューサーみたいなのがあって、それでやるのがもしかしたらいいのかもしれないんですけど、はい、で僕はここにもすでにバジルを全部入れてしまう、はい、入れてしまいましょう、はい、はい、入れてしまう。でその上にアンチョビとマツの実45、はい、もうね、もう知りません、別にアンチ最後までこうなんかマツの実が少しこうゴロッとのが入ったって全然気にせず、でアンチョビもおーぴったし、天才、かわしていく。
こうして、で、なんで回んないかっていうと、最初のうちオリーブオイルと水しかない濃度の薄いもので回してるからどんどん回ってきたはずなのに、バジルがどん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 入ってきて濃度が入ってくると回りづらくなってきて、で結果としてさっきとは違うぐらい攪拌力が弱くなってきてるんですよ。なので最初にアンチョビとマツの実をとニンニクと濃度があるオリーブオイルにしてからバジル回しちゃうと、ただでさえ最後バジルが多すぎてオリーブオイルに濃度がつけばつくほど回りづらくなってきてるのに、こんな最初から回りづらくする必要ないだろうと思って、僕は基本オリーブオイルにバジルをしっかり回すことを前提に考えながらジェノベーゼを作ってる感じです。であとはゆっくりです。ここはちゃんとしっかり回し切ってあげた方が僕はジェノベーゼの色が残ると思っているので、はい、で最後 100g ってことはバジルに対して半量のチーズを入れているっていう感じです。で回します。チーズは僕なんかあんまり回し切ってやろうとかあんまり思ってないんで、終了。今表示10分ですね。うん、硬い。であらかじめもうちょっとちっちゃく山にの秋の釜揚げしらす、秋のしらす、秋のしらすね、ちっちゃくてふわふわしてめっちゃ美味しいんですよ。うん、美味しい。はい、今11分。なんかまだ硬そうですね。はい、でボイお湯入れて、はい、そしたらもし神経質な人がいるなら、だいたい今の分量で50g のパスタで、だいたい 50g のジェノベーゼです。同量ぐらいがちょうどいいです。はい、ちょうどいい。で、花びらだけをちょっと、あれだ、11分半、12分ですね。で、少しお湯をかせて、したらおしまい。だいたい10秒ぐらい、花びらだけを茹でて、パスタ。出来たてっていうのもありますけどね、すごい緑鮮やか。はい、したら上にしらすをのっけます。今だと大体 30g ぐらいのっけてますね、しらすを。ちょっと散らして、ちょっと、あれがある、リングエンジェルベーゼ2024年度バージョンです。今回はシラフと花びらだけのジェルベーゼになってます。うん、おいしい。いや、俺の方がおいしいな。うん、うん、うん、おいしい。キクラゲもね、キクラゲじゃないや、花びらだけもね、やっぱいいんですよ。
すごい。うん、僕ね、ジェノベーゼとかカラスミとかってね、なんか定期的に食べたくなって、全然普通になんか友人の店行っても食べちゃうんですよね。うん、うん、普通に美味しいな。色変わりやすいんで、もちろんすぐできたらすぐ食べてほしいですし、出来上がったペーストが熱々でもやっぱりパスタの熱でどんどん色が変わっていっちゃうし、またバイタミックスじゃなくてジューサーとかバーミックスを使うとやっぱり色も変わってきちゃうし、いろいろこう要素は強いんですけど、とりあえずテントでバジルを買ってちゃんと丁寧に掃除してあげて、でさっきのオイルの順番をなんか守れば割とちゃんと美味しいジェルメイトが作れるんじゃないかなって感じがします。特にバーミックスの場合、中のオイルを泳がせるので、なるべく泳がせるときにバジルを純正なオイルで泳がしてあげた方が僕は効果できたなと思います。頑張ってください、女の子好きだよね、うちのベースね。まあ俺も大好きだけど、なんか女性の方がリアクションがいいなっていうイメージですけど、はい、はい、僕はベルメンティーノっていう品種のワインがすごく好きで、このトスカーナのものでもサリエのものでも、なんとなくあの青い青リンゴみたいな感じのニュアンスのワインが美味しいなって思ってるんですけど、ただジェネバといえばそのピガートっていうブドウ品種とかあるんですが、ちょっと弱いんです。そのなんていうか、こんなめちゃくちゃ強い品種とかではないので、僕は推しはねベルメンティーノなんですけどね。エローグにあるかな。11月16日、12時発売ですね。今回、復刻です。はい。リカーズに、復刻ワインセット。復刻っていうとね、なんかエアマックス95みたいになっちゃいますけど、じゃなくって、リカーズにの復刻ワインセットです。アルビアのミアンコ。はい。アルビアのロゼ、入ってました。キャンティあ、ブレゼロでした、ですね、キャンティクラシコブローリオ、そうね、キャンティクラシコ、はい、キャンティクラシコです。で、キャンティクラシコリゼルバ、はい、リゼルバ来ましたね。で、みんな大好きカセルブローリオ、グランセレッションね、まあグランドセレクションですね、リカードルのトップ級で、はい。で、みんなこのね、箱かわいいんですよ、ブローリオのブロリオ城があります、はい、の瓶さんとこう入ったセットです。もう試飲もしてるし、なんならワイナリーも行ってるし、でバローネ男爵も来てくれたし、何も言うことはないんですけど、まあでもこれのワインだけは開けてなかったんで開けます。最近割とキャンティークラシコづいてます。うちの田上も違う作り手のねキャンディクラッシュを今バインにするオンミニューしてますし、やっぱねトリュフのシーズンになってくるとどうしても赤ワインの出番がね増えてきます。トリュフってもちろんピエモンテのねアルバが最上とかうちは言われてます、僕もそう思いますけど、でもトスカーナにもトリュフの産地があって、サンミニアートっていう町が一応僕トスカーナの中では一応ワントップのトリュフの産地だと思います。小トリュフも取れますしね。最近ではトスカーナのトリュフも結構日本に入ってくるようになって、これどこのですかっていうとトスカーナですっていうインポーター多いです。はい、はい、で、まあ、そこの地域ではないんですが、バロネリカ通りのトップ級ですね、カセリブドリオグランセレッツヨーネ、美味しい。というかめっちゃ落ち着いてきた。2020年、前回と同じヴィンテージで、前回と同じラインナップです。3万6000円が3万2000円。前回よりもより赤ワインが入る時期になってきました。栗飛ばしてもいいし、キノコ飛ばしてもいいし、もちろん飛ばしてもいいし、
個人的にはあの関西風のすき焼きとかに合わせるのも最高に美味しいかなって思います。まあ押しもされる、まあ、特製サシャバロリ、リカートリのロポセット、皆さん秋の夜中にお楽しみください。本当に美味しいな。なんでこんなクオリティが安定しない、安定してるんだろう。ですよね。え、この前頂戴いくらでしたっけ。はい、フランスレストランですね、はい、9800円です。9800円、36000円中9800円っていうか、はい、32000円中9800円頂戴ですからね。はい、これの2本の8000円。はい、2本でほぼ2万円じゃねえか。うん、やっぱりでもメーカーズディナーやったからちょっとまた変わりますよね。もうそのためにワインの料理を作ったって経緯もあって、皆さんじゃあお買い求めください。激推しです。あ、かわいいな、この時期は。